生活が厳あの応分の負担をしてもらうじゃないですかとか、なんかそういうことには反応あるよねとか。反応ある。よし、じゃああの室井さんが話した方がいいよ。私が先に話す。じゃあそしたらね、はい。いいですか、ダメだったらすぐ削除する、はい、そして最後に米山さん抱負を一言、絶対当選するとか言って、はい、いい女、自称いい女二人が応援してます。多少で大丈夫です。かなんかだから本当にもうだから、緊迫感と元気とどんなことがあっても当選するぞと、だけどなんかこう、キーって感じじゃないっていう感じがちょっと出る。じゃあ分かんないけど、それがいいと思います。分かった。いや、じゃあどう、私もいいと思う。勝手に言ってる。はい、じゃあ、はい、室井さん、ここは実は米山さんの、事務所で、私、福島みそほ社民党党首、米山隆一さんの応援に来ています。新潟5区、どうか米山隆一さん、当選させてください。お願いします。室井さん、どうですか？いや、全然自分が何の中に放り込まれたのか分かんないような状況なんですけど、でも、ようやくなんかみんなの、今日みずほさんに来ていただいて、みんなの反応もあったかかったし、なんかちょっとうるっときました。なんかやっぱり生活厳しいですよねとか、それから割と大企業や富裕層には応分の負担をしてもらいましょうとか、はい、あと米山さんはほら病床削減ね、はいはい、補助金かけてやるのおかしいよねとか、公立病院、公的病院、再編統廃合のこと話してらっしゃるじゃないですか。話してますね。あれ、おじやとかあそこ全部入ってますもんね。全部入ってます。どうぞ、言ってください。いや、もうあれはひどい話だよね。国の無策を全部地方、地方と地方自治体に追っかぶせてるって話で、だってあなた削減したらどうなるんですかって話なんですよね。そうですよね。だから公立病院、公的病院は自治体で重要な役割を果たしているので、それがリストに載ることそのものがやっぱり地域医療を壊すって感じがしますよね。まあ、何せ存続する方法を考えるのが国の役割でね、存続できないから壊せって、それは誰でもできまんがなって話じゃないですか。命の格差を作ることでもありますよね。そうね。どこに住んでるかで助かるか助からないか。そうですね。でも私いつも原稿書きじゃないですか、はい、だからどう思われるかってあんまり伝わらなかったんだけど、結構同じことを思ってくれてる人が、今の政治に怒ってくれる人がたくさんいるんだって思ったら本当にうるっとくる。そうね、みんな待っててくれたり話聞いてくれたり、そうだって感じですよね。もうとにかくこの新潟5区から米山隆一さん、市民と野党の統一候補なんです。ぐんぐんぐんと押し上げてですね、どんなことがあっても当選させたい。お願いします。勝ちたいんです。勝ちたいんです。自称いい女二人が本物です。よろしくお願いいたします。あのタッグ組んで米山隆一さんを応援しています。で、米山さん最後に一言。はい、あのご本人でございますが、大変素晴らしい女性2人に応援されておりますが、でも皆様の助けが必要でございます。皆様の助けからで絶対に当選したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。頑張ります。本人が最後一番頑張ります。当たり前でこんなちょうどいいんじゃないですか。はい、素晴らしい。はい、ありがとうございます。